おっとし、ゴールの前で入ったのか。ロペスですね。2点目が入りました。チェオネビスが下がってことによってなかなかこの3人のトライアングルが機能してなかった、完全に水戸の時間帯でしたね。水戸の時間だからこそなんかこう選手交代の後のそうなんです、なんかちょっと違う落とし穴、はい、これキーパー武田、うまい、やっぱりちょっとした隙なんですよね。ですよね、これ見るとね、はい、ただそのちょっとした